みんな、こんにちは。チーム清流みなもの夏と清流の国岐阜のマスコットキャラクターのみなもです。さあ皆さん、朝日大学の学生さんとの動画見てくれていますか？今回はその続き、生活のシチュエーションに合わせた運動を紹介します。それでは今日の先生をお呼びしましょう。朝日大学のとわさん。こんにちは、朝日大学健康スポーツ学科のとわです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回私が紹介するのはショッピング編です。お出かけ中のちょっとした時間に実践してみましょう。ショッピング編ではふくらはぎの運動を行います。ふくらはぎの筋肉が鍛えられると、たくさん歩いても疲れにくくなり、外出がより楽しくなりますよ。他にも血液の循環が良くなり、むくみの解消、冷え性の改善につながりますよ。まずはかかとを十分に上げて、その場でキープしましょう。ふくらはぎの筋肉に力が入っているのと、背筋が伸びていることに意識して行ってください。結構手軽にできる運動ですね。そうですね。次は実際に歩いてみましょう。つま先歩きを行う際は、かかとを高く上げすぎるとバランスを崩し、また足首を痛めやすいため、ほんの少し上げる程度にして歩くようにしてください。わあ、これだけでプルプルする。最初のうちはショッピングカートを支えにすると負荷を抑えることができます。1日1分から5分を目安に実践してみてください。最後に今回使ったふくらはぎの筋肉をほぐすストレッチを行います。まず壁に足の指の付け根をつけます。ふくらはぎの筋肉が伸びていることに意識して、体を壁に近づけましょう。1、2、3、4、5、反対いきます。1、2、3、4、5、 OK です。とわさん、今回はありがとうございました。次回は台所で実践できるキッチン編を紹介します。楽しみにしてくださいね。それではみんな、またね。